はい、横浜スタジアムの照明は Y 高木と申します。高校球児です。お願いします。あんま関係なかったちょっと無理が出てきて、いや豆知識じゃないですか。もうネタつきに来たのかな一瞬で考えてるんだ。いや、ここで弾き出してるんですか。当たり前だよ準備されてるやつは説得力やね。いやー、今のがいいのかちょっとわからないはい、ということで今回はですね、はい、まあ、もう今年ヤクルトスワローズ調子いいですわ。そのヤクルトスワローズの今年の立役者と言ってもいいんじゃないでしょうか。うん、青木宣親選手ですよ。まあでもね、はい、今年ヤクルトが変わったって言われる要因の一つとして青木だな。いやー、そうですね。青木がチームを一つにしたと言っても過言ではない。で、青木がさ、ルーキーの時かな、はい、全く打てないわけ。その時の監督はやっぱ小川さんだったと思うんだけどさ、ちょっと青木と話してくれないかとか言われて、でバッティングの話をしたんで、その話した時に俺が感じたのは、他の若手ってはいはいはいって聞いて分かってんのか分かってないのか分かんないような感じで終わることが多いんだけど、青木の場合はさ、自分がやっぱりスタンスを持ってんだよ。でじっくり噛み砕いて聞いてて、自分の中で俺の形で自分を振ってるんだよ。そういう頭があるの。だからこう話をしてて、やっぱそれどう思うって言ったらポンと返ってくるしさ、他の若手だとパッと質問振るとさ、ああとか言って止まるんだけどさ、はい、でそれはすごく印象に残っていて、はい、でまあ首位打者の通り200本も打ってメジャー行くじゃない。すごいですね。その一球に対してのこだわり、その一打席にどれだけの思いがあるかによって態度に出てくると思う、うん。青木がやっぱり一番その1打席に対して1球に対してのこだわりがあるバッターだなと。それとやっぱ頭がいいわ。頭がいいっていうのは、このケースでこのピッチャーだったらこういう傾向で投げてくる、だからこっちに打たなきゃ絶対ヒットにならないとかさ、この場面はこう打たないとチームが負けるとかさ、もうそういうことがあの打席で演じられるんだよね。でそれをずっと待てるバッターだし、今さ何でもかんでも初球から打つ人っているじゃない、うん、はい、青木は違う。やっぱその場面状況において長打を狙いに行く時もあれば出る時がある、うん、はい、もう自在にやってるね。へー、だから頭もいいけど技術も高いんだよ、それができるという。やっぱ野球をずっとやってきて、はい、野球を解説として見てきて、はい、あ、この場面っていうのは大体わかるじゃない、はい、でそのともに打ってくる。おお、だからこいつは大したもんだなと思うよ。その見本みたいな選手がいるというヤクルト、やっぱみんなが変わるよね。確かに刺激絶対受けますもんね。やっぱみんなやっぱしぶとくなってきちゃうもん、バッターが。いやだから青木の野球を見てると、やっぱ勝負って何かっていうのがよくわかる。やっぱこだわりがなきゃ勝負にならない。青木さんの、まあ、技術面になっちゃうんですけど、結構あのバッティングのバットの握りみたいなのが、うん、絞るというよりかはこう入るじゃないですか、こう打ちに行くみたいな。だから絞る時もあるんだよ。あ、なるほど。バットを短く持つ時もあるんだ。自在に変えてるんです。だ、足のスタンスも置き方も微妙に変えるから、カウントとかによって、うん、カウントというかケースによって。だからあの中でどれだけの相手が工夫してるか、だからそういう目線でね、青木を見るとすっごい楽しい選手だ。理想系だよ、バッター。だから左も右も関係ないもん。で、特徴はやられたボールは必ず仕留めに行くから、次はぁ、かっこいいよ。すごいっすね。すごいっすね。武士の世界だよ。だからそれラップ侍にならないように青木を見習って侍が続いてこないと。続いていただきたいと、侍を